最近忙しかったり寒かったりでなかなか外でペニーの練習ができなかったんで、こんな感じで部屋に置いてある偽物ペニーでちょっとこういうピックアップの練習とかしてました。で、今日は久しぶりに外に出れそうな天候というか気候なので実際に練習していきたいと思います。まあ室内練習の成果を、見届けていただければと思います。はい、帰ってきました。で、いつも冬でもですね、基本的にこの格好で外に出て、やっぱスケボーやってると暑くなってくるんで、で基本的にこの薄い服を羽織って、でこんなシャツをやってるんですけど、シャツはですねちょっとオリジナルで、まあ、個人アパレルみたいな感じで趣味でやってるんですけど、今回はですね、このバードマンですね、なんか木の葉に乗ってるみたいな感じなんですけど、まあ、シンプルで白い T シャツ、まあ白にした理由は清潔感があるっていうのと、あとペニー乗りの人ってあまり周囲に、威圧感を与えたくないっていう、なんか結構そういう配慮をする人が多いイメージがあるので、なんかこういう白 T にしました。やっぱ黒い格好ってどこかなんか近寄りがたい雰囲気が漂わせてしまうっていう、まあそういう意味で白にしたっていうわけじゃないんですけど、結果的にペニーノリにはいいのかなって思ってます。今日はちょっと深いターンをしようとしたらスライドっぽくなって、かっこいいターンがなんかパワースラみたいな、そういう技に派生していい感じになったっていう感じでしたね。今日次回はちゃんと髪も整えて挑みたいですねそんな感じでありがとうございました。